こんにちは。こんにちは。こんにちは。ノーストの時間です。はい。今日はですね、ちょっといろいろありましたが、はい、僕は疲れてしまいました。あの、わけあってこの前に一回挑戦したんですが、はい、あの電波の環境とか、あの録画環境の環境とか、あとはまあいろいろありまして、いろいろね、うん、いろいろあって、いろいろありました。波乱万丈、うん、人生ですな。改めて。今回はエメドラの氷に挑戦したいと思います、はい、今回のエメドラは回ということで、はい、従来のエメドラのクエストよりもなんかちょっと難しくなって今風になってるんですよね。そうですね。ダメージウォールとかバリアとか出てくるんでちょっと難しいです。はい、はい、来ました。じゃあ始めます。はい、スタート。あ、見てない、まあいいや。思い出せすぎて思い出したな。あ、ちょっと本当ですね、ちょっとガクガクしてますね。いきまーす。はい、はい、あー、もうね、意気消沈者結構疲れてますよね。なんですかね、なんで疲れてるんだろう。いろいろありましたね。その映像もしかしたら公開されるかもしれない。そうですね、もしかしたら、うん、ぜひ共感してほしい。うん、マルチって面白いなって思いますね。苦難があってこそも。でまたこれまたエメゾラ難しくなってるんですよね。高橋くん泣かないで。高橋くん泣いてるわけじゃないです。サナパッチョ 初チャレンジなのにね、うん、初チャレンジなのに、初チャレンジこんな。おお、きた、うん、いいな。なんと重力バリアいいな。そうですね、うん、もう何でも面白いみたいな。どこがツボなんですかね。気になる。あー、めっちゃ食らった。何気に食らっている。ここら辺でいいですかね。どうしよう。辛いですね、重力バリアね。これはどうすれば。どうしよう。私です。あ、でも、あーでもハートがちゃんと育っている。どうしよう。でも結構ね、攻撃が来るから取っちゃった方がいいですね、うん、そうですね、じゃあ取ります。辛い。お、やった。強い。すごい。強い。さすが。うまい。うまい。これはガラハッチで始まりたいですね。次ですね。どうでしたっけ。大丈夫でしたっけ。同じかも分かんないからね。大丈夫だった。倒しちゃいます。じゃあ倒しちゃいましょう。あ、倒せない、うん、倒せない。あ、倒せない。結構強い、うん、まあ、あと2ターンやから、これもう2ターンまでは待ちます。なんならそっとしようかな。よし、うん、うまい。カーパッチさんって倒しちゃいます。倒してもらっちゃいます。いっちまいますか、うん、パッチョ。これで倒せるのか。倒せるの。すげー。強い。多分当たるでしょ。きっと、きっと、おっしゃー。しゃ、うん、はい、結構バトル1が問題ですね、うん、バトル1いつも、うん、難しい。エメドラがいますからね、一から。あ、この女の子やだな。これ女子を。あさ、ナナミからの。全然食らわない。だもんな。どうしたんですか。大丈夫。さっきからめっちゃつぼってます。めっちゃ普通にしか喋ってないのに笑われる。何をやっても面白い年齢でなんですね。橋が転がって、うん、そして高橋くんです。あ、行きま す,、はい、お願いします。あ、ちょっといき怖いな。あ、でも女の、いや、あ、結構怖い。あ、そっかそっかそっか、確かにダメージボールがある。しかも、うん、闇で当たっちゃうと。そうだね、そうですね、そうすね、まだ消えない。長い。うわ、
鼻波まで当たってほしかった。おぉえ、どうしよう。これ上にもう行っちゃおうかな。うん。あ、おぉ、よしよしよし。よし。大丈夫かな。あ、お言葉にならない。弱点当たるかな。花パッチはハートの温存という言葉を知っていますか。この路線いっちゃいますよね。わかんない。よっちゃんこんな感じにしろ。うん。適当。高橋さんがなんかって感じの女子会ですか、ね、女子会ですね、完全にメガネがバカンスですね。メガネがバカンス。ここつらい。なんかはしこちゃんなんで。あとはしこ、あと育てたいけど育つかしら。うん、まだ育たない。うん、あ、結構まずいかもしれないですね。そうかも。あ、そうかもしれない。あぶねー、よかった。あ、よかった。しゃ、今のハーレーのかわし方すごいな。この角度 OK ですか。 OK ですね。そうかな。あ、ナイス。楽しいな、マルチ。楽しいマルチ。楽しいな。普通に、ああ倒しちゃった方がいいかな、全部。そうですね。やった。よっしゃ、いいですね。うん、あ、いい。コンディションがめっちゃいい。うん、よしよしよし。コンディションって言わないでしょ。HP がマックスだし。確かに確かに。体調みたいな。体調いいわ。すこぶる良好です。高橋くんに笑われるな。もうダメだ。めっちゃ詰まってますね。なんでだろう。なんでですか。どうしようかな。いけ。なんか。よし。口。ハミルトンさんに頭突き。ハミルトン。ハミルトン。高橋さん。疲れちゃってもう。マルチって楽しいな。楽しいですね。こんなキャピキャピしたマルチプレイ初めてじゃないですか。ね、女子が3人のだけで全然違う。結構動画ご覧になられてる男性の方とか高橋いいなって思ってる方多いかもしれないんですけど、辛い。結構ね、ここはここで辛いですね。そんなアホな、おかしいな。そんなアホな。なんで関西弁。あとね、その、はい、マイク前にあるんですよね。はい、でそのマイクが前にある、うん、そこで拾えてるかわからない小声でなんかボソって言うんですよ。え、私ですか。いや、お二人とも。ちょっと大きめの声で、大きめの声で言いましょう。あ、わしだ。よっしゃ、やだ。どうですか今の。え、でも大きめの声で変なこと言っていいってことだ。ちょっとじゃあマイクに向けて。マイク奪う勢いで。シールドンたちが。お、あ、うん、あ、うん、あ、行けないよあそこは。あそこ遠いな。どうしよう。もう一回ぶつかってハード取って。な感じですね。シールドを壊すことを優先します。します。いいですか。ハート取れるから。取れるかな。あ、取れた。シャ、取った。お、あ、マミルトナイス。すごい。うまいね。うまい。うまい。プロだ。その判断。ありがとうございます。褒め使わせ。髪の毛くしゃくしゃなんだ。ワイルド、ワイルド、ワイルド、ドワイルド、ワイルドです。いい。これなんだ。あ、ハートが金に。おお。取りますか？取りますかね。次に一匹攻撃来るし。うん、おお。でもこれまだボスじゃないんだ。うん。本当だ。うん。
変な思い出し笑い。おさすがっす。おーどうしよう。上行きたいけどダメですよね。なんかいっぱいみんないるから。楽しそうあっちみたいな。あーあーめっちゃ楽しそう。すごい一気に暗いそうですね。確かに女子会ですから。誰誰私の番ですね、はい、女子のサッカーみたいになってますね。確かに。おおおうまい。うん、たまにうまくいくとドヤ顔。やべえ。ちょっと間違い、うん、ああ危ない、うん、どうしようかな。間違った。おっいい感じで。よっしゃよしよしよしよです、よかった。そろそろボスか。ホストやっと来た。やったー。うわーなんかずらされた。すっごい確かにちょっとドキリ。誰のせいだ。いいね。もう辛そう。辛そう。なんか何でしました。女の子の方行こうとしてますね。きっと女の子の方に行く。そうか、この子がネックだから。はい。大丈夫。ちょっと笑いすぎました。あ、ごめんなさい。危ない。あ、危ない。でも無事です。無事ですね。もう使っちゃおうかな。おお。使っちゃいますか。使っちゃおう。席が長いんで。旅の長地の長地。長い旅路。旅の長地。長地。すごいとこにいますね。届かねえ。なんかすっごい遅かったね。バリアが。あ、でも重力バリアですよ。うん、なんかその割にすっごい遅かった。すごい。おお、あ、すごいいい感じ。あ、横の人倒すの忘れてた。あ、ごめんなさい。女子。女子。あ、女子。ちょっともう、光がぼやけてですね。熱気が泣いてるんですね。おー、うん、私だ。どうしよう。わー、すっごいなんか、動かない。わー、あー、一番がない。どうすれば。私です。うん、倒した。あ、倒した。怖いよ。てっ、ごめんなさい。ごめんなさい。こういう時に限っていっぱい動くんですね。なんかさっきすぐ止まったのに。誰の高橋さんのオーブ。はい、行きます。はいで、はいで。あ、そうですね。はい。はいを押します。はい。やったね。ありがとうございます。すいません。どうも。まさか。いやー今のはまさか。あんな時だけね、勢いよく行っちゃったね。次は待ちます。そうですね、シールド確か出てきた気がします。これ当たったら死んじゃうかな、拡散弾が。あ、ステイしましょうか。ハート別に育てなくていいし、うん、ですね。ステイステイ。おお。近くで会ったね。私だけ。これも待ちます。待ちます。待ちますか。そ
そんなバス待つじゃん。バス待つんじゃないですか。次のね。次の便で。お願いします。次の便ってもうバスでもないですからね。倒しますね。お願いします。お願いします。ああ、やばい。アンさんがちょっと浮いちゃった。映像が重い。重い。あ、ちょうどいい位置にいる。お願いします。はい、いい感じ。使っちゃって、使わなくていいかな。かっこいい。まあ、死んだ。おほう。しかも朝また溜まってますね、ストライクショット。さっきあの死んだからですね。あ、忘れた、そうだ、忘れた僕が試させてあげました。傷をえぐる。忘れてたよーし、あれ、うん、どこにいる。あ、上に乗っちゃった。よし、もう使っちゃいます。なんかシールドみたいな位置に。お願いします。はい、丸焦げタイム。丸焦げストライクショット。おー、どうしよう、消えないのか。惜しい、惜しい。さっきの100万、すごいな。めっちゃ食らった。さっきの121万とか食らわせましたけどね。すごいですね。うん、すごいな。星がいる間にこのハート育ってます。どうします、うん、HP 大丈夫かな。大丈夫じゃない。大丈夫だと思います。あ、結構重いな。重い、うん、ピキピキ。私ですね。音なくなったな、多分。あらま、どうしよう。すいません、音がなくなってしまいました。ハート取ります。あ、ハートがあるんですか。え、ハートない。私映ってないやつです、なるほど、はい、うん、そういうやつです、うん、ハートちゃんを取りやってくれ。ああ、惜しい、惜しい。でもちょうど集合、うん、はい、はい。倒しましたと。次がかもうラストですか。そうですね、ですね。ラストです。長かったな。長かった。いやみんな消耗してます。消耗してますね。だいぶもうストライクショット使っちゃうか。全然当たってます。全然使っちゃう、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 使っちゃう。女の子。ああ、惜しい。全然。どうしよう、どうしよう。ストライクショット、えん、ストライクショットしよう。えい、えい。おお、なんかかっこいい。なんかナナミノと相まってストライクドッキングみたいな、うん、ドッキングしましたね。うん、おー、なんだよこれ。いやん、うわ、どうしたら。女子これまたあのストライクショット使ったら食らわないです ね。あ、そっか、うん、使っちゃえ。当てに行きます。行っちゃえ、行っちゃえ。えい、あ、ちゃんと狙えた。さっきのさっき見ずに投げた。泣き動画。当てずっぽい。まさかの当てずっぽいストレッチショット。そんなことってあるの？喜びすぎですかね。喜んでたの。何言って。ちょっとね。おお。これでダメージボールはもう作られなくなりましたね。はい、よし、よし。こっちのもんですね。うん、もうこっちのターンです。こっちのターンだ。うん、あ、これ誰のやつも当たらへん。マジ？うん、お、重たい。重い。かなり重い。うん、耐えてくれ。この辺にサクッと、サクッと。とどまる。おお、当たるかな。多分ギリ当たるんじゃないですか。うんうん、当たるかな。パッチョ。ドゥーン。あ、いいね。当たってます。おお。うん、あ、でまた半分ぐらい。ああ。こいつ倒すか。えい。はい。はい。おお。うん。え？今結構地味にぶつけましたよね。ぶつけた？ぶつけてないですか？指ぶつけてませんでした。私？あ、ぶつけてないですか？ぶつけてないです。で、まつげ抜いてただけです。まつげ。いや、むしろなぜまつげを抜いたんですか。かゆいからです。まつげ抜いてた。すいません、マルチ中にまつげ抜いてすいません。
それはちょっと取ってしまいました。でも、あ、でも1個1個よかったです、うん、結構 HP 少なくなって、サナパッチョさん、あ、じゃあ刺身さん、ウェルカム刺身さん、イエーイ、オッケー、おいしい。こっちのセリフ日本語が、うん、とどめ、とどめ、あ、まだまだか、まだですね。あ、でも次も、あ、近い近い近い、あ、近っか、あ、結構ギリ、あ、やばい、ちょっとこれちょっと2人にぶち込んで結構いいんじゃないかな、ね、やった、やばだ、まだか、まだか、まだ大丈夫、セーフセーフ、まだいける、よし、これ刺身さんや、がもう行きます、これあのこっちかな、ぶつける、へい、よし、よし、オッケーオッケーオッケー、やったー、やったー、長かった、長いよ、これもうテイク2かテイク3かもう分かんないですね、分かんないですね、エメドラね、落ちなくてもいいです、うん、とりあえず終わることの方がね大切、あ、落ちない、そして落ちない、落ちない、うん、なんもないんすか、なんもない、ドロップなし、ああ、ありがとうございます、はじめまして、よろしくお願いします、はい、はい、以上、はい、強くなってましたね、だいぶ強くなりましたね、いや手応えが、つらいつらい、大変だった、ちょっとこの日のためにトリスタン用意してた人たちはちょっとちょっと今回厳しいですね、トリスタンで言ったら、うん、はい、じゃあですね、はい、手に、あ、前見たけど今回も見ときますか、お願いします、はい、エメドラさんはどこら辺ですかね、まだいますよ、はい、進化後の方はじゃん、うん、うん、はい、スピード型魔王キラー L、 魔王キラー L、 魔王キラー L なんで、これはあれですよね、育てると、紫のドラゴン、あ、名前が出てこない、ちょっと待ってください、持ってます持ってます、これバハムート、はいはいはい、バハムートが魔王なんで、魔王キラー L で、しかも光と闇やから、のバハムート取るときにエメドラがすごい強いと、うんうん、なるほど、うん、エメドラは今回進化合体しますから、しかも、ね、あ、はい、そうですね、うん、はい、で他はですね、ストライクショットが、はい、こんな感じで、あと拡散弾、友情コンボ、はい、撮りたかった、うん、頑張って、この後おのおの紹介して、おのおのの頑張りましょう、はいはい、はい、以上、やっと終わったエメドラの降臨、マルチ楽しい、はい、でした、はい、はい、バイ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 皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで